こんにちは。日本学術書道会の田村希蘭です。今日も刊行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は風吹いて百花看ばしです。春風が吹いて繚乱と咲く花の花が入り混じって絵も言えぬ香りとなって伝わってくるという意味です。それでは今から風吹いて百花看ばしを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。